紀元2世紀末、後漢王朝は終焉の時を迎えようとしていた。民衆蜂起である黄巾の乱を皮切りに戦乱の世が始まったのである。そんな中、天下の諸侯の中で突出した力を示したのが、宮中に入り暴虐と戦王を極めた董卓に対し、諸侯は連合軍を結成、打倒董卓へと動き出した。誰もが内に野心を燃やす中、曹操はただ一人、この戦の先で待ち構える未来へと思いを馳せていた。何としても董卓を討つが、それでももはや官室の力は戻るまい。この連合軍の中から次なる野心が芽生えぬとも限らんな。知れたことよ。お主とてこの戦で何かを得るつもりであろう。ばっ、死刑の私は名門円家の王座として官室を支えるべくだな。なるほど、名門とは忠義に厚いものなのだな。その通りである。この戦で見定めねばならぬな。わしがこの先戦わねばならぬ英雄を。逆進、董卓とその一派を壊滅させる。進め、官室の平穏我らが取り戻すのだ。次はお前か。ひとひでりにしてやるぜ。敵将討ち取ったり。わしが制圧した。一人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。敵将討ち取ったり。わしが制圧した。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。私の知略に勝てるとお思いか。敵将討ち取ったり。
しが制圧した。おお、素晴らしい戦ぶり。よし、みんな、私たちも続くぞ。かかれ！みんなの志を刃とし、敵を退けるのだ。わしが相手だ。この剣もらい受けるぞ。敵将、討ち取ったり。私が制圧した。お見事ですわ殿。よし、私も決まっていきますぜ。敵将、討ち取ったり。この趙軍軍がお相手しよう。敵将、討ち取ったり。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を挙げるぞ。敵将、討ち取ったり。私が制圧した。おお、素晴らしい戦ぶり。よし、みんな、私たちも続くぞ。漢の都を守る剣豪ナルトリで来ろうか。この手で攻めることになろうとは。しかし、これをなさずして官室は守れん。艦の中心たち、力を合わせ突破するのだ。さあ、俺と勝負だ。艦としろ。
略に加藤など片腹痛いわ。敵将討ち取ったり。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。次はお前か。ひとひねりにしてやるぜ。私も舐められたものだな。敵将討ち取ったり。放射線を取り力任せとは。貴様ごときがわしを倒せと思うたか。よくよ、何をグズグズしておる。さっさとわしを守らんか。出てゆく。わしの野望が主人にくいが。敵将討ち取ったり。皆よくぞ戦った。我らの勝利である。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。まあこの戦は勝って当然。どうした猛徳。書こうとんよ。この乱世一筋縄ではいかぬようだ。
曲がりなりにも名士の退任を全うした炎上、武勇随一を示した孫権、そしてあそこで人の輪を作っている劉備という男。なるほどな。だがそれ式で揺らぐお前ではあるまい。当然だ。とはいえそれを支える力が必要なのも確かだがな。元より承知の上よ。